然違う感じになってる。今日はララシャン氏のディナーに行きたいと思います。はい、サプライズですね。ね、ゆうきが予約してくれたんでしょ。はい、ありがとうね。実はララシャン氏にはね、レストランがあって行ってみたいなって思ってたので、実は私もサプライズで本当は行ってね、9月に予約できるか聞いてたの。あ、まあそうな、本当に結婚式やった時、はいはいはい、だったんだけど、いろいろな都合で難しくてって思ってたら今日ね。俺は結婚記念日に行こうと思って。まあ思ってることは一緒だってことだね。じゃあ早速行きたいと思います。どんでいらっしゃるんですか。仕切りになっております。まさかの。ラッキー。じゃあここにいらっしゃるのもあるんです。なんかそれはそれで緊張しちゃうね。なんかやってくれてるよ。あ、本当だ。すげえ。すごい。かわいい。ありがとうございます。緊張するね、逆に。え、緊張する。仕切りするの大変だったんだよ。してないじゃん。2周年。2周年です、今日は。2周年です、3周年じゃないです。2周年です。バイバーイ。ねえ、おいしい。ここは俺の友達の席だったり。あ、ここはね、にいたね、私たち。ね、いただきます。いただきます。ラルシャンスのさ、好きなところはさ、ちょっとさ、うん、がっつりフレンチとかじゃなくてさ、うんうん、こういうの 和っぽいじゃん。うんうんうん。だからなんかこうさ、安心感があるよね。おしゃれだよね、めっちゃ。ね、お皿も可愛いしね。うん。ちょっとマスカルポーネをつけて。ちょっとつけて。うん。美味しい。うん、上品だね。うん。本当ララシャンスは、料理は本当に美味しい。うん、本当に美味しい。1年だね、結婚式。なんかこうやって見るともう一回やりたいなと思うわ。ね、用意してくれてました、うん、いつもさ、打ち合わせの時もさ、用意してくれてて、うん、長芋も一番好き。おいしい。優しい。うん、ミシソワーズ的な。なんですかそれ。めっちゃおいしいんだけど、やば。うん、うん、え、マンゴーけどおいしい。マンゴーと魚介一緒に食べてみ。確かに。うん、うん、おしゃれ。アラシャンス決める前もね。そうだね、他のところとか食べてきたけど、ね、結婚式場の中で美味しいのどれだろうとかじゃなくて、本当にレストランとかで行きたいなって思う美味しさだったから、え、これは絶対喜んでもらえるねみたいな感じだったよね。だから結構言ってたもん、私の友達とか家族とかには、もう本当に美味しいからしっかり食べてねって伝えてた。レストランで来るのも本当にいいね。うん、うちらはもちろんさ、こう思い出せたりとかさ、するけどさ、レストランとしてもさ、ロケーションめっちゃいいじゃん。うん、こうやって、なんだっけ、レインボーブリッジだっけ。知らんの？あの橋は。レインボーブリッジって言うんでしたっけ。レインボーブリッジやで。でもレインボーブリッジさ、うちらがさ、やった時、なぜかさ、なぜかってもないんだけど、停電とかも、停電モードだったの。あ、停電モード。節電？節電モードだったので、光ってなかったの。ほんと今ぐらいだね。今挙式終わったぐらいじゃん、うん、暗さが。ほんとナイトウェディングはね、おすすめ。あー、もう一回やりたい。だってもともと私たちが考えてた雰囲気と全然違うんだよ、ぶっちゃけ。違う。だって昼しかまず考えてなかったし。そう、最初結婚式をやろうってなった時に考えてたことって、もう昼、教会の雰囲気って感じだったんだけど、全然最初にさ、思ってたさ、希望とさ、ほんと真逆じゃないけどさ、全然想像もしてなかった、うん、けど、唯一一個こういう教会っぽくないところも見てみようっていうので行ってみたら、私たちがしたい形と思いが似てて、この雰囲気だったら私たちがしたい形ができそうみたいな。わかるわかる。え、そこに乗っける。乗っけて、まあ回していただくとか。かわいい。こうですか。そう、乗せてちょっと軽く回していただいて。面白い。おしゃれ。慣れてない感がいいね。え、すごいね、これ考えた人すごいわ。どこ持ったらいいの。あ、おいしい。飲みやめっちゃ飲みやすい。めっちゃ飲みやすいです。美味しすぎる。食べ。うん。うまい。
これうちらがさ結婚式の時に出たやつだよね。これすっごい美味しかったの覚えてる。フォアグラと一緒に食べな。絶対食べる。わお。美味しい。キャロップで言葉にできませんって書いてある。一番印象に残ってる思い出、うん、誰と家族編と2人編。一番思い出に残ってる一番印象的な忘れられない的な。はい。次は？俺はもともと新潟で生まれて新潟でさ専門学校までは新潟だったからさ、うん、就職のタイミングで東京出てきたじゃん、うんうん、母親の車で、まあ、家の実家の荷物を積み引っ越しを母親が運転してくれて2人で、うん、東京までわーって来て序ノ口のボロアパートに2人でそれを荷下ろしして、うん、一泊したんだよ確か、うちにママさんので次の日2人で買い出しとか行って、いろいろ家具とかしてよしみたいな飲み行ったりして飯行ったりとか、で帰ってきてもうなんか普通に風呂入って寝るかみたいな、うん、で寝てじゃあそろそろ私帰るねみたいな。でその来た時の車に荷物が何もない車に乗って母親だけ新潟にこう向かって帰っていく車の後ろ姿を見て、あ、いろんな感じになって、なんかいよいよこう、あ、俺独り立ちなんだなっていう気持ちと、なんか今まで育ててくれてありがとうって気持ちと、なんかいろいろ、なんかいろんな、意外と母親とかはさっぱりしてるから、ブーンっていっちゃうの、別に。うん、なんかその感じもなんか逆にエモくて、背中で語るタイプじゃん。うん、だと思う。母親には意外と珍しい、さっぱり系だから、ブーンってもういっちゃう。かっこいいじゃん。俺とかがむしろちょっと寂しくなってこうって、あ、大丈夫かなみたいな感じだから、あっちは別に。もちろん、みんなとの思い出もあるんだけど、なんかそれが一番こうグッて残ってる。でもさ、そういうもんなんだよね。まあ、いろいろあるんだけどね、他にも。絶対ある。新潟にから東京に一人で出てくるって言って、ママさんが一緒についてきてくれてっていうことだったりとかって、決断とか、そういうのとかってやっぱすごい、私にはわからないいろいろな感情があるなって思うから、重いよね。いや、前は。前でしょ？もともとまあ一人暮らし用でボロアパートみたいなとか住んでたじゃん。溝の口で徒歩もまあまあ遠くて15分くらい、家賃がもう5万円台みたいな。安かったよね。ってなったらそれなりのやっぱりさ、家の前に大きい車が通ると家がちょっと揺れるっていう、まあなかなかこう刺激のある。レストランの時なんてさ、家にいる時間がマジで7時間とかだったもんね、うんうん、でその中でお風呂とまあ寝るぐらいしかないんだけど、もう寝れればどこでもいいなと思ったわけ、うん、やって結婚のちょっと前にそこで同棲を始めたんだよ。半年ぐらい、籍入れる半年前ぐらいから同棲始めて、そこの家ってさ、もしかしたらさ結構嫌だって思うかなと思ってたの。だってめっちゃ家に行ってたじゃん。まあまあそうだね、うん、けどさやっぱさ嫌がるパターンもあるじゃん。狭いし、そんな家駅からも遠いし。でそこでなんか前がずっとすごいここは幸せだみたいな、ここはここでなんかうちららしくてここがスタートでよかったっていうのを、うん、こう言ってくれるのを見て、なんかすごいなんかね、心がギュッてなるとともに、なんかすごいなんかもういい子だなみたいな、優しい子だなみたいなっていうのをめっちゃ思った。だからそれが印象的。なんか作ろうと思って作れないじゃん、そのさ感情って。狭い家に住んでもなんかすごい逆にここがスタートでうちららしくていいよねみたいな。狭いことに対して別に何も思わなかった。近くに入れるからいいじゃんみたいな、ポジティブだった。そうだった。そこから言ってる感じが素敵な心を持ってるなと思った。ああいう経験があったから逆に今の家を探すときにすごい昇格したねみたいになったし、ありがたさも分かるしね。そうだし、もしいろんなことが人生起こるか分かんないから、あ、じゃあ次またあの時みたいな家に住まなきゃねってなった時もそこに戻ればいいっていうことだから。そうだね、うちらはそこで楽しめるってことはもう分かってるから。検証済みです。もう全然大丈夫だと思う。じゃあ前のは、前はやっぱりふとパッて出てきたのは、私がニュージーランドに1年弱ぐらい留学してて、うん、特に自分が誕生日を迎えたんだけど、ニュージーでね、うん、その2月の6日に、もう一回いいんだけど、2月の6日と2月の7日の間、ほんとギリギリ12時、11時後半みたいなぐらいの時に、うん、嫌なことがあって、人間関係で。それはニュージーでとかじゃん、ニュージーの友達とかそういうんじゃなくて、別でちょっと人間関係で嫌なことがあって、ひたすらまあ自分の部屋でこう思い悩んでたというか、結構落ち込んでたんだよ。もう誕生日なのにな、もう少しでとか思ってて、したら12時ぴったりの時に家族から急にテレビ電話が来たの。え？と思って、しかもビデオじゃんと思って、そしたら誕生日ケーキをこうやって撮ってくれてたの。まいちゃんお誕生日おめでとうってケーキを貼っといてくれてて、日本だよ、
ニュージーランド離れてるから日本で前に誕生日ケーキを買っててくれて、誕生日おめでとうって言って3人で誕生日のお祝いの歌を歌ってくれて、おめでとうとか言って盛大にやってくれたの、うん、なんかもう今でもギュってなるけど、人間関係のことで悩んでた分余計にこうやって大切にしてくれる人がいれば私はもうどうでもいいやみたいななった、プラスなんてみんなあったかいんだと思って、もう本当に涙がこう泣きそうになったんだけど、でもそれで私がそれで泣いてたらどうしたのってなっちゃうじゃん、心配させちゃうから、すごいこう涙を出てないよっていう風なのをすごいこうごまかしたのを覚えてて、でもその時のみんなってすごい明るくて、でもそれを想像しただけで苦しかったの、みんながえやめろみたいなことを言ってさ、ケーキを用意してくれてさ、ね、素敵な一年にしてねって言ってくれて、この家族に生まれてよかったって何回かそういうタイミングってあったけど、あの時は非常に思った。しかも小さ違う中でもさ合わせてくれてるのもすごいよね、うん、だし、なんで私いないのにケーキ用意してくれてるのって本当にあったかい、だからそこは前は絶対引き継いでたよね。この家族ってケーキっていうのは誕生日とかだけとかクリスマスとかそれお正月とかだけじゃなくって、家族みんながいろいろ嬉しいことがあったらケーキでお祝いするっていうのはうちらのお祭りがあるんだよね。だって俺も相当してもらってるよ、就職の決まった時と、うんうん、まあ、誕生日もそうだし結婚もそうだし、なんかそれはやっぱり今自分がその後にパートナーっていう、まあ、勇気ここで出会ってそれは受け継ぎたいなと思った。嬉しいことがあったりとかするとみんなで盛大にお祝いしたりとか、悲しいことがあったらみんなで悲しんで大丈夫だよってみんなでやるみたいな家族って感じだね、みんなで乗り越えていくみたいな、うん、で私はそうだし、逆にゆうきの家族のいいところとかをお互いの家族のいいところをうちらでこう調和してまた新しいうちらの家族のいい形ができたら、そうだね、一番いいんだろうなと思ってて、それが大事だよね、うん、だからそれかな、前の思い出は。ここはゆうきとまゆ、はい、手紙ですかね、ゆうきとゆうきがくれた手紙、うん、何のプロポーズの時と婚式の時にファーストミートの時にくれた手紙は同じ気持ちになったというか、まあ本当さっきの家族の話じゃないけど、高い家族でいっぱい笑って友達みたいなっていう理想、そういうような結婚をしたいなっていう理想があって、もともと前の中で、ね、そんなのできたら超幸せだよななんてくらいで思ってて、もう本当にそういう人と出会って付き合ってる時も幸せだなってすごい思ってたけど、勇気が読んでる時の手紙って、え、もう幸せすぎて苦しいみたいになって、え、なんで夢だったらどうしようみたいになる全然そんな普通に思ったことを書いてるだけ。いやでも、勇気らしい言葉を綴ってるその手紙もそうだし、だから夢が叶ったなみたいな、本当にそれは忘れられないかな。これ書けんだ、いいやつですね、別に写真を、クリーム同じメニューで再現しています。すごい、本当ですか、はい、嬉しい、嬉しすぎるんだけど、ありがとうございます。おめでとう、ありがとう、おめでとう、ありがとう記念日、どうしてくれたの、はい、じゃあ僕も、こんなにいっぱい、ありがとうございます、超綺麗、すごいね、こうやってお花をいただきます。めっちゃ可愛い、色も選んだ、色は選んでるけど、本当に顔は好きだ、あ、可愛い、ちょっと花束持ってる、おめでとう、ありがとう、おめでとうでいいのかな、おめでとうじゃない、いつもありがとう、いつもありがとう。じゃあ最後に締めの挨拶です。え、どうもありがとうございました。お腹まで、じゃあバイバイ、本当にありがとうね、バイバーイ。